どうもシャープンです。今回はちょっと前にあった属性別に見る最強キャラランキングの派生みたいなやつで、限定キャラを除く強キャラ10選というものですねの非属性編。この動画はやっぱりよく考えるとモンストはギミックとかあるんで、全員が納得する順位ってのはつけづらいんですよね。なんでもう10選っていうもうドンと出すだけにして、で、あとも限定キャラっても強いじゃないですか。だからもう限定キャラ強いってことにして今回除外して、通常キャラだけで選んでいこうかなと思った所存でございます。で、まあ選ぶ理由としては、僕の目線から見てそのキャラの汎用性とか校内のクエストの適正の数とか見て、できるだけ公平にいこうと思います。ただ僕は無意識に主観で見ちゃうかもしれないので、その辺までご了承ください。皆さんの意見はコメント欄からお待ちしております。やっていきます。1体目、武田信玄。このおじさん僕よく紹介してる気がするんですけども、もう一回紹介すると、結構捨てみると攻撃高いんですよね。足は遅いんですけども、それを超 AGB でカバーしてるんで、このバランスで殴り能力が高いですね。で、友情弁は砲撃型のホーミングで雑魚処理とかできますし、で、爆発で誘発もできるんで、これも優秀。で、SS の弱点露出で味方の火力を底上げできるんで、平均点高くてバランスがいい強さですね。でも結構前世紀に比べたら、まあ、キャラクター増えて衰えはしてますけども、まあ全然まだね、通常キャラで見たら強いと思いますし、新イベとかコラボの集会、コーナイトのエスカ当時でも、まだ現役だと思うんで、頑張れおじいちゃん。2体目、ベートーベン。このキャラも長いですね、本当に。2年前フラッパ重心化なんですけども。やっぱりなんといってもこの高倍率の大号令が魅力で、まあ、これで結構長生きしてますね。これさえあれば、雑魚処理とか、ボス削りは大抵できるんで、安心感がすごいですね。頼れる。で、アビリティセットも重力とブロックに対応していて、そこそこ使えますし。で、両方ともゲージなしなんで、複数積みとかしてもね、お互い弾になれるんで、いいアビですよね。で、さすがにちょっと友情コンボ最近のキャラ見てると、物足りない気がしますけど、まあそれをね、カバーしてるんで、いろいろと、大号令とかで。まだまだ前線ですね、このキャラも。3体目、ナスカ。今年の重心化でかなりいい重心化をしたキャラですね。で、やっぱりこの友情、神キラー、ユニバキラー、M が乗る範囲と威力が共におかしい、スクランブルレーザー L と8方向レーザーが、もう本当に画面全体に大ダメージ出せるんで、これがちょっとね、強すぎますね。アビ対応ワープだけですけども、それを許せるレベルで強い。だから神とユニバが出る周回とか使えますし、まあ、過去に鉄製だった23回とかを、さらにね、大暴れして壊して、で、あとおまけ程度についてる底力と、あと回復エッセンスを活かせるビーラの極みとか、紋章をつければ解明銃とかできますし、結構いろんな用途があってね、いや結構文句ない重心化をしたと思いますね。4体目、モンストローズ。これはもう殴りですね、本当に。殴り特化というか、超 AGB、重力バリアキラー、で SS 弱点特攻っていう、クリティカルもあるし。でも重力バリア主体のクエストだったら別に属性は関係なく、水以外だったら普通に連れてけますね。でもこの地味について飛行もね、なんか忘れマスクついてることを、この飛行もちょっと仕事を増やしてるんで、ちょっと友情コンボ物足りないですけどね、もう殴りで全部カバーしてるというか、癖になりますね。5体目、ルイス・キャロル。ビーラーの究極で活躍すると思われたんですけども、意外と思ったよりしなくて、印象が悪い気がするんですけども、やっぱり弱点キラーの長距離貫通ホーミングとバレショットガンは火力出ますし、で、殴り面も貫通で弱点キラーなんで弱点殴りやすいですしね。で、SS も弱点露出なんで、これも相性いい。で、おまけに回復要素のリジェネと回復もあるんで、なんか普通に強いと思うんですよね。まあ、アビ対応がアンチブロックってだけで、降臨周回とか使えますからね。6体目、サラマンダー。この方もネタキャラから変わりましたからね。神化の性能に飛行とアンチウィンドウが入ってきたんで、単純に連れて行ける場所が増えましたね。で、主な活躍場所のエスカトロジーでは、魔王キラー M がぶっ刺さってるんで、殴れる。で、SS で配置して友情コンボも出せるんで、いいですし。で、アンチウィンドウの配置も崩されないというわけで、完璧ですね。あとまあ28回とか、普通にまあギミック対応増えたんで、汎用性が上昇して、結構始めたばっかりで引いても使えるキャラだと思いますね。なんかほんと正統派キャラになったというか、これぞ重心化でしたね。7体目、スティッティ。まあこれもやっぱサラマンダーとか一緒の戦法で、砲撃のラウンドフラッシュを SS で配置して撃つってのが、これも癖になる強さですね。こっちはやっぱ友情寄りですね。やっぱりこのラウンドフラッシュは本当に強いんで、これマジ本当に、やばい。語彙力なくなっちゃう。阻害もされないですからね。と真ん中に置けば、でっかい円になるんで。で、アビリティ対応も増えて、現在シャンバラ最大性っていうね、厄介なところで使えますからね。結構楽しさもありますし、強さもあるんで、いいキャラですね。8体目、真田幸村。このキャラかなり古参なキャラなんですけども、最近情報修正されまして、変わりましたね。カウンターキラーが M になったんですよ。なんかさらに殴り能力が変わったんで、普通に火の反射殴りキャラだったらトップクラスですね。キラー M はでかい。で、友情コンボ修正さんと強化さんって悪くないですし、ガチャ現場メル M というか、非属性ですけど、そんな印象ですね。SS を活かせる重力バリアのクエストだったらカウンターキラーも相まって、相当な火力を発揮できますね。9体目、加藤清正進化。このキャラの友情ですかね。長距離になって全方位ショットガンは、雑魚に囲まれていたり、ボスの近くにいるとすごい火力を発揮しますね。全然当てるの難しいですけど、一発一発が痛いんで、
面白い削り方しますね。で、アビタイウもマイスイエル、アンチウィンド、アンチブロックっていう3つ対応してますし、で、SS の8ターン無敵 SS もね、結構使いやすいんで、まあ、割と重心化が当たり前になってる時代でも、頑張ってる方だと思いますね。汎用性があって友情ボコンも強い。高難易度だと、イダデンとかもいけますし、結構好んで使う人も多い気がしますね。で、最後10体目。超飛。意外かもしれないですけど、使ってみると、思ってた数倍使いやすいんですよね。攻撃がちょっと低いんですよね。ただそれを、ダッシュ、しかもスピード型なんで、かなり動けるキャラになってますね。で、これが組み合わさった壁ドン SS は、他の壁ドンよりも多く壁に触れられるんで、扱いやすいですね。で、そして壁ドンキャラにしては珍しく、友情でも火力を出せるんで、これがいいんですよね。ちゃんと殴りと友情を両立してるんで、これが使いやすい要因ですね。で、対応アビリティも、ワープとマイスイっていう主要な2つに対応してるんで、結構入門編というか、壁ドン入門編、最初の頃に引いても使えそうですね。ほんと思ったより悪くないんで。という感じで10体紹介してきました。まあ、昔のキャラから今のキャラまでで、まあ、ほとんど重心化でしたけど、こんな感じかなと自分は思ってますね。ただ結構主観入ってる気がするんで、まあ、よかったらコメントなんか皆さんのご意見どしどしお待ちしております。火属性の強いキャラクター教えてください。理由とかまた嬉しいですね。あとついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日妄想動画投稿してるんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。